ハイラルかくれんぼ。どうもこんにちは。揺れたぞ今地面が。すぐ近くで雷が落ちたようです。というわけでどうもこんにちは、セナです。今回はこのゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのゲームを使って、今よりこのごめんなさい。海星の祠からハイラル城まで敵に一度も見つかることなくたどり着くことができるのかという遊びをやってみたいと思います。服装はね、とりあえずこの英傑の服でバフアイテム、こう料理を食べたりだったりとか、なんか服を着て隠密性を上げたりだったりとかしないようにしようと思ってます。で、こちらスタミナ出てますが、頑張りゲージ、人ゲージでたどり着けるかどうかって。わー、危なし！怖ー。でもこの雷？雨？嵐？これ味方してくれるかもわかりませんね。ハイラル城は、あそこだ。いやー、さあ、というわけで、ハイラル、あ、建物か。パラセールは使っていいことにするか。いろいろ、おいおい、なんでしょう、ルールも追加していきたいんですけど、とりあえず今回第1回は、まあ、なんとかなるのかならないのかっていうお試しも兼ねて、このまま身一つで向かってみたいと思います。いや、ここ敵すごかったことない？そういえば。この先、いやでもこんな雨嵐だからな。いないんじゃない？敵とか。こう、ピコンとピ、ああ！あ、でもいないっぽい。あ、いるわ、いるわ、いるわ。びっくりマークが出た時点で、まあもう気づかれたなって時点で、BGM がパラパラン？パラパラン？音が聞こえた時点でアウトで、何回もやるのは緊張感がありませんので、1日1回を目安にしたいと思う。わ、狩りしてる。イノシシがこっち逃げてきたら危ない。完全に見られたけどな今。大丈夫です、気づかれてません。うわ、燃えてる。まあ、ダメージとか食らっても大丈夫です。とりあえず敵に見つかりさえしなければ。イノシシ狩り興じていますので、ここは大丈夫だと思う。なんとかなってる。よし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 。え、行けちゃう意外と。そ、あ、ちょっとちょっと、そんなね簡単でもないとは思うんですけれども、視界が悪い。あのね、この 3D 見つかったら即終了ですので気をつけましょう。え、でも敵全然いない。よくよく見てみれば。ブレワイがめちゃくちゃ久しぶりですから、何気にさ、何のアイテムもなしにジャンプできるのめちゃくちゃ感動してるんですよね。もしかしてこの1回でクリアしてしまう可能性あり？そんなことある？馬とかは大丈夫なんですよ、見つかっても。ここもね、集落がありました。トンミさんたちが、剣を交えている可能性もあり。だが今回は多分いないっぽい。誰もいない。でも矢倉があったはずなんだよな。ああ、あそこだ、あそこだ、高台。結構覚えてるもんですね。ここはいなかったはずだぜ敵。そうそう、あの奥なんだよな。だからこの高いところからとりあえず敵がいるのか。嵐だったり雷だったりとか関係ないか。いるなー、いるなー、白いの。あ、びっくりした。ゴンキツネだ。びっくりした。ここら辺からもうすでに危なくないか。あれ、十分に距離はありますが、目を引く色はしてますからね。もしかしたらあれ不可避かもしれん。ハイラルかくれんぼ2日目、しっかり1日起きました。前回はもう一直線に進もうとして、この森を抜けてパラセールで飛んだはず。ただ青チュチュの出現ポイントって死んで覚えるしかないんじゃないか。死なないけど別に。あ、これ坂降りてさ、道なりに進んでみない？こう、なんか、あ、バタ。損して得取れじゃないけど、もう急がば回れだね。この時の神殿跡あたりから、ボコちゃんたちがちらつき始めるはずだ。そうだろう。えー、すぐ近くいた。
あんなとこまで敵が迫っている。うわー、こっちは間違いかな。降りて、一回降りて、あそこの人ね、あそこの人ね。ちょっと待って、チュチュちゃんたちはもう愛玩動物だと思うことにしよう。チワワがいると思えばいい。で、戦闘 BGM 鳴るじゃないですか。パパンパン、パパンパンって。あれが、鳴る前に、回避すれば、OK としよう、シュルちゃんは。さすがにちょっと進出鬼没すぎて、あれに見つからないっていうのは不可能だと思いたい。だから、ちょっと待って。もうこっからさ、どうやって行ったっていいんだから、この岩山からさ、もう飛んでいかないか。温度としてはそこまで下がってない。こっから飛んでいくか。まあ、いやー、そこ櫓とかありますね。とりあえずこの森は後にしよう。スタミナも限られてますから、どこに着陸するかって感じ。森抜けるぐらいまでは大丈夫か。なんとかなるか。下もちょっと下見しとこう。森の中は意外とボコちゃんたちいなかったような気がするんだよ。イノシシとかばっかりで、そう、獣ばかりで。とりあえず着きました。ここは予習済みで、こっからなんだよな。あ、コロちゃんのあれ祠じゃない？12時の方向、安全そうだね。木山30キロぐらいあると思うんですよ、ハイラル城まで。そんな難しいこともないと思うんだけどな。やばい、雨だ雨だ。こうなるとブレワイは弱いんですよ。あー、一撃。またにー。さてと、この天候も味方につけなければならない。岩肌を登れないならどうするか。沿っていくか。闘技場跡地、え、あ、もうここがそんなところだったのか。この中はライネルさんがいたりだったりと。あ、これゴンちゃん、これゴンちゃん、ゴンちゃんでドロドロ。え、ここいるんじゃないの、大丈夫。血色悪いな、ほっとこ。こわっ。ああ、よし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 。で、戦闘 BGM がなっとるやんけ。まあ、セーフか。セーフか。あれ、チワワですのでね。うわあ、びっくりした。危険だな。わだちに沿っていくのは危険だな。こういう岩肌を縫っていきましょう。この辺りは敵はいないはずなんだが、どうだ。いや、いる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 。ここもコロちゃんだね。ペッパペッパ、わ、見つかった。ここから下っていくか。雨が上がった。もうちょっとのはずなんだかな。あれ、こ、いや、そうだ、周りが鬼門なんだ、あそこ城はね。もう正直この辺りからですよ。綺麗だなあ。あ、ちょっと待って、あれだあれだあれだ。おお、動いとる。あちら見てください。見つかれば一発で、ピピピピピ。ああ、いた、いた。ただ裏は取れてたみたいだ。いいよ。ちょっとやばいな。いや、機動性がお化けすぎる。大丈夫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 。開けてる。ちょっとさすがにここはまずいか。よし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 。いいよ。いや、もう結構喉元見えてきましたよ、ハイラル城。まあ、入ってからが本番なんだけどな。よし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 。そろそろ気をつけたいな。うわ、飛んでるやつもいる。うわー、真下にいますね。こっからもう城無理じゃねえか。とも言ってられん。
少の不便はあるんですよ。すごく悪いことが起きた。またゼルダを救い忘れた。次回アナルに。あっ。